毎回違うのやってる印象なんですよ、来るたびに。ワットカフェでは今だと22年目の作家さんの作品が一度に見れるので、うん、自分のお気に入りのアートってなんだろうっていうところを探していただくっていうのも一つの楽しみとして来ていただければなと思っています、うん、そうですね。東京天王洲にある寺田倉庫さんが運営するアートギャラリーカフェ、ワットカフェに来ております。ワットカフェはアーティストを支援、アートの裾野を広げることを目的として2020年のオープンから約2年間で延べ23回期の展覧会やアートイベントを実施されています。今日は多くの若手アーティストの作品を紹介しているこのワットカフェの取り組みや活動の理念を安食優子さんにお話を伺いたいと思います。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここのワットカフェ、私もう何度来たか分かんなくてですね。そうですね。今日はお話伺えるのすごく楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。まず最初にこのワットカフェが生まれた経緯であるとかコンセプトについて教えてください。この施設の目的としましては、うん、若手のアーティストに披露と販売の場を提供するという目的で公開された施設になっています、うん、経緯としましては、若手のアーティストさんってなかなかこう作品をこう皆さんにこう披露したりですとか、うん、販売したりする機会がなかなかないというところがアート市場の課題になっていまして、その点において、寺田倉庫は天王洲アイルにたくさんのこう不動産を持っておりますので、うんうん、その一部を公開させていただくことで、うん、若手のアーティストにさらにチャンスと披露の場を提供させていただきたいという思いから生まれた施設になっています、うん、この敷地内にギャラリーが、ね、たくさんありますし、 あ、そうですね、あとはミュージアムもありますし、はい、どちらかに来るたびにここにも必ず寄って今何やってるのかなっていうのを見るんですけれども、はい、毎回違うのやってる印象なんですよ、来るたびに、はい、年に何回ぐらいこう入れ替えあるんですか。年に10回から12回なので毎月だいたい1回くらいは総入れ替えを行っておりまして、はい、1回期あたりだいたい15名前後の作家さんにご参加いただいているので、おそらく毎回違うっておっしゃっていただいているのはそういった点かなと思います。関わるアーティストの皆さんというのはどのようにこう探してきたり選んだりされてるんですか。そうですね、2つのパターンがありまして、1つが自主企画、2つ目がギャラリー様と の、 コラボレーションの展示になっています。で、1つ目の自主企画につきましては、はい、私たち寺田倉庫の方で作家さんをセレクトして行っているんですけれども、キャリアを見たりですとかギャラリーに所属しているかという点ではなくて、常にこのアートの業界でこう挑戦したい方というのを募集していますので、キャリアですとかそういったものに関わらず皆さんにご参加いただいてます。でもう一方 の、 ギャラリーさんとのコラボにつきましては、国内外で活躍されている、ギャラリストの皆さんと、この空間を使って企画を行うことで、ギャラリーに所属されている作家さんを中心とした展覧会というのも企画をしています、最初の自主企画の方って作家の皆さんがこう応募というかできたりするんですか。はい、そうですね、応募してきていただいたりとか、あとは私たちワットカフェのスタッフの方でお声掛けをさせていただくこともございます。2年間そのような形で運営されてきて、なんかこうアーティストとかギャラリーとの関わり合いの中でこう変化してきたところとかってあったりするんですか。すごく変化してきたなと思っていまして、アーティストさんがこの場を非常に挑戦の場として自ら使っていただけるようになってきたなというふうに感じています。イベントにおいては私たち会期中に作家さんにいろんなイベントやってくださいというお願いをさせていただくんですけど、私も見ました、ライブペインティングやってるとことか、はい、面白かったです。はい、ライブペイントとか公開制作とかやらせていただいてるんですけれども、最近だともう作家さんが自らこう手を挙げて、例えば公開ワークショップ、とか、あとは作家さんとお客様が一緒にこう制作を行ったりですとか、そういったその作家さんが自らこのお客様とコミュニケーションを取ろう、交流を図りながら自分の作品に反映していこうという動きが非常に見て取れます。ちょっと学生の時からお世話になっている方がいまして、で急にその方から紹介してしたいからいいかなみたいな感じで聞かれて、
ご紹介いただいたのが最初のきっかけになります。街中を歩いている人々を、ドローイングをいつもこうしていて、でそのドローイングの線やフォルムをもとに、作品を制作しています。で、なんでそういうことをしているかっていうと、日常のそのドローイングそのものを、抽出することによって、そこにあったあの日常を抽出するような作品が作れるんじゃないかなっていうあの試みで、制作しています。一番印象的だったのはやっぱりワークショップの開催ですかね。やっぱりどうしてもライブペイントとかだと作家からお客さんに対して一方向っていうか、あんまりこうお客さんからのフィードバックとかそういうのはなくて、まあ普段の自分を見せるっていう感じなんですけど、ワークショップだとやっぱり僕の考えた企画に対して取り組んでもらうっていう感じだったので、あんまりこういうとこ絵とかやったことないんですみたいな人たちが、実は本当は結構描きたかったりとか色合いのセンスが良かったりとか、その多分本人も気づいてないけどそういう欲求みたいなのがあって、僕はいつもみたいに絵を展示するんじゃなくて、そういうワークショップみたいな形で価値を提供できるっていうとちょっと上からなんですけど、意外にこう知りたいやりたいっていう人が多いんだなっていうことを、あのワークショップをやらせていただいてすごくあの思いました。カフェなので、カフェならではのこうコラボレーションみたいなことが、まあ、作家ともっとできたら面白いんじゃないかなと思っていて、なんか前にバリかなんかでコーヒーのこうグラスがいっぱいな並んで試飲セットみたいなのがあったんですけど、こう試飲会がメインなのか、それとも何かそういうちょっとコーヒーにまつわるようなモチーフだったり企画でアート作品を作るだとか、どっちもこう主になるような企画とかをやれたら面白いんじゃないかなってちょっとあの思いました。そのやっぱり美術館とかギャラリーだと、まず飲食をそんなにあの推奨しないというか、オープニングパーティーとかまあやったりしますけど、じゃあそういうところでやろうとするよりかは全然導入しやすいだろうなっていうのもあって、で逆にその例えばコーヒーの方を入り口に入ってきた人がアートに触れる、アートを入り口に入ってきた人が、え何コーヒーこんな種類あんのみたいな感じで知れるって、お互いにこう知識をいっぱい知れたりとか楽しめたりするみたいな企画が、まあなんかあっても結構面白いし、そういうことをできる場所って、まあ、ここしかないんじゃないかなっていうのを毎回来るたびにこう思ったりしてます。確かにここって作家が在廊っていうかね、いること多いですよね。そうですね、在廊はすごく、うん、あの皆さん意識していただいてますね、はい、そもそもこの施設が年間8万人のお客様にお越しいただいている、はい、施設なのでそんなギャラリーあるかしらぐらいそうですね、なので他の施設よりはお客さんとのこのタッチポイントが多い施設だというふうに認識いただいていて、まあ、それもそのここに出店するあのメリット、はい、あの機会の一つだと捉えていただいて在廊していただくいただいているのかなというふうに思います。しかもこう作家と話すっていうとちょっとなんて言うんだろう、器用じゃないですけどでもここってあのすごく開放的な雰囲気あるじゃないですか。なので大きな窓だったり横にカフェがあったり話しやすいっていうのはあるのかもしれないですね。そうですね、あのおっしゃっていただいた通り路面に面している施設になっていまして、うんうん、はい、あのガラス張りなので皆さんがこう気軽に入ってこれるような、ちょっと入ってみようかなっていう気分で入れる施設なので、ここに作家さんが立っていた時に気軽に、うん、あのすいませんっていう風にぜひそういった形で声かけていただけたらなって思ってます。来る人も作家も両方楽しいですよね。そうですね、はい、あの本当に初めてアートを、まあ、買ったりですとか見る方ってまず自分のその好みからわからない、自分がどんな作品が好きなのかわからないっていう方多いと思うんですけれども、ワットカフェでは今だと22年目の作家さんの作品が一度に見れるので、あのその中で自分の好きってなんだろうとか、はい、自分のお気に入りのアートってなんだろうっていうところを探していただくっていうのも一つの楽しみとして来ていただければなと思っています。22名いたらさすがになんとなくこうあ、私これ
好きみたいなのって一人二人は必ず見つかりますよね。そうですね、うん、そういう自分の中のお気に入りを発見していただければなと思ってます。うんうんうん、しかもこう若いアーティストだからこう買おうと思った時に比較的ハードルも低いというかリーズナブルですよね。価格帯については大体もう安いもので数万円から大体30万円くらいの価格帯を中心とすることを意識しています。なるほど。ワットカフェっていうと今や若手の登竜門みたいな位置づけかなというふうに認識してるんですけど、今後ワットカフェとしてどういうふうになっていきたいみたいな展望ってあったりするんですか？ワットカフェは、確かに皆さんに登竜門っていただくこと多いですけれども、うん、そうではなくてもっとこう挑戦の場としてアーティストさんの方に、うんうん、使っていただきたいなと思っています。具体的にはですね、本当にここに出展したしてくださるアーティストの方、いろんな挑戦をしてくださるんですけれども、今までの中だと、この空間の中に6メートルの巨大なサイの彫刻をしてくださった作家さんがいらっしゃったり、それも史上初の取り組みであったりですとか、あとは作家自らこの企画に挑戦してくださるっていう展示会もございまして、作家さんがこのアーティストさんの誰と一緒に展示するかっていうセレクションですとか、どの作品をどこに展示するとその一つの展示会としてコンセプチュアルな見た目になるかですとか、うんうんうん、そういったところも挑戦していただいたということがございまして、アーティストだから、うんうん、企画者だからという枠を外して、うんうんうん、この場を使って皆さんといろんな挑戦をしていけるような施設になっていきたいと思っています。私はペインターとして活動しているんですけれども、ホワイノット東京というファンのアートプロジェクトも主催していまして、以前はそのプロジェクトでギャラリーのスペースを運営していました。そちらにワットカフェのチームリーダーのはじきさんにお越しいただいて、そこからいろんなお話をさせていただくようになりました。私は幼少期から絵を描いていて、その生きるっていうことと絵を描くっていうことがすごく分かちがたく自分の中で結びついてるんですね。そういった人生の、有限の時間の中で感じる時間の流れですとか、あるいは他者に流れてる時間の流れですとか、そういったものを心象風景と具体的なその風景の中に溶かし込むような手法で、具象的な表現と抽象的な表現の両方から一つの絵画空間を制作しています。ワットカフェのスタッフの皆さん、すごく作品に対しての理解ですとか、使い方しかり、アーティストがどんな思いで制作をしているのかっていうのをお客様に伝えてくださる、すごい強力なスタッフの方に支えられているので、運営は私もしてきましたけれども、このワットカフェで展覧会をするときにはすごくそういったこう意味で信頼できる皆さんに支えていただいているなというふうに思います。去年の8月にワットカフェさんとホワイノットで共催させていただいた展覧会があったんですけど、その際にはレセプションとシャンパンイベントを兼ねて時間帯を分けていろんなお客様に朝から夜にかけて展覧会をご覧いただいたんですね。でその中で、本当になかなかゆっくり自分の制作に関してお客様とお話しすることっていうのは機会が限られているんですけれども、シャンパンイベントの時には割とすごい和やかな中で酒も入りながら、その一日の終わりにホッとできる心に寄り添えるようなそのアートの在り方っていうのをお話しさせていただいて、それはすごく印象に残ってますね。今日はそのワットカフェ×ホワイノットの展覧会では29名のアーティストを紹介したんですけれども、それだけの大人数のアーティストを一堂に一つの展覧会として見せるっていうことは非常にチャレンジングでしたし、そういったところにすごい理解がある環境でやらせていただいたことは非常に楽しかったです。それ珍しいですよね。普通なんかこう美術館とかギャラリーとかってキュレーターがいて、その人がこう指示を出して展覧会作り上げるから、空間構成とかもねお任せするっていうことが作家の場合多くなると思うんですけど、自分でいろいろ決めてやっていけるっていうのはほとんどないですよね、多分ね。そうかもしれないですね。アーティストさんとこういろんな話をしていくうちに、自分たちもこうやってみたいだとか、もっとこういう挑戦してみたいっていう声がすごく
出てきたので、うん、じゃあやってみようということで、うん、私はそのいわゆるアートの専門家であったりとかビデオ出てるわけではないので、まあ、そういったあの寺田倉庫のとアーティストのハブになるような存在として、うんうん、まあ、皆さんとこう挑戦をしていきたいなっていうふうに思っています。うん、楽しみにしています。ありがとうございます。はい、そろそろお時間の方が来てしまったということで、はい、本日は安食優子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。